かったな、あそこ。前髪やばすぎ。うん、アイロンするか悩んでやめました。やめたんかーい。中ちゃん特権付き CD 届くって、ありがとう。なんかワイルド中ちゃんだね。だってワイルドだろ。確かに髪伸びたね。でも切るつもりなんで見納めといて、まだいつ切るか決めてないけど。見てください、二重幅の調子がいい。大体ね、MV とかの時に限って悪いんですよね。あるある。オリコンデイリー1位だし、20何万枚って、初日でですけど、そんなにたくさんの方がゲットしてくださったということで、すごい嬉しいです。ありがとうございます。みおちゃんが、ツイッターに載せてくれてんの？みちーたん、ありがとう。今日はもうなんか疲れた。一番の原因は雨の中ガン出したんですよ。雨の中ガンダが多分ちょっと辛い今日の疲れの原因。初日で前回の初週売上を越してるんですか。すごいね、それは。でも前回がね、久しぶりに40万枚ね超えたんですよね、確か累計で。ありがたいです、本当にありがとうございます。今年も、ね、今年じゃない、今作も目指せ、今作は目指せ50万枚の傘。今日は絶対に雨が降らないっていう自信があったの。ガンダっていうのはダッシュですガチダッシュしました。明日劇場行きます。上手最後列です。了解。ガンダッシュって言うんですけど、とにかく走りまくって、いや日傘もだって今日は日出てないしよくねって思って持ってかなかったし、雨も絶対降らんと思ったからもう何も持っていかなかったの。でもなんか周りの人みんな傘持ってるし、事務所行ったら傘いっぱい置いてあるし、でも私は絶対に降らないと思ってたの。そしたらもう土砂降りよ。でさ、もう最悪だと思って、でもとりあえず家まで傘買うのもったいないしお金走ってたの。そしたらもう横断歩道に止められてしまって、もうなんかもうくそーって思いながら、もうこう雨に打たれて困ってたら、もう全然普通に道端を歩いていた方が大丈夫ですかみたいな、もうそう大丈夫ですかって声かけてくれて、よそしみたいなで折りたたみあるから貸しますよって言ってくれたんですけど、いや申し訳ねえと思って申し訳ねえと思って、ありがとうございます。でもでももう着くので大丈夫です、ありがとうございますって言って、ガン出して帰りました。そう、申し訳ない、本当に優しさに触れましたね。いや中坂もこれから困ってる人がいたら声をかけようと思いました。そう、でも中坂もこの前困ってる人がいたから声かけたんですよ。そうだ、これさ、すごいさ、誰も悪くない気まずい話なんだけど、いや困ってる人がいたら声かけようと思って積極的にね、こう困ってる人が困ってるように私は見えたの。だからなんかね、こう道のなんか柵、ガードレールとか電信柱とか、まあ、その辺のなんかに自転車が引っかかっちゃってこう出せないみたいな人がいたのね。困ってるやんって思って
声かけようと思ってね。それを私はこう横断歩道越しで見てたの。だからあっちに相手がいて、私まだ横断歩道挟んでこっち側にいるよみたいなだからよし青になったし声かけに行こうと思って、すいませんってすいまくらいまで行った瞬間にこう自転車が外れてそのまま行っちゃって、誰も悪くないけどなんかめっちゃ気まずかった一人ですいませんみたいな感じで、そうこんな感じで道を歩いたそう、そう難しい、タイミング難しい、今日もお仕事中、お疲れ様。そうでもまあ困ってる方がいたら皆さんもね積極的にね声をかけていきましょう。世の中助け合いが大事ですからね。明日も公園見に行くからね、だって。すごいありがとうございます。ちょっと明日公園なのかっていうちょっと感じもあるんですよ。これは公園が嫌なんだっていうわけじゃなくて、もう3日から2日も経ったのかっていう気持ちなんですけど、まだ見てないキノコ D の開封動画見たい、早く。ちょっとミュウも今日ゲットしに行こうと思ったんですけど、雨でゲットできなかったので、ちょっとなるはやで行きます。中坂さんにメロメロで困ってます。メロメロ、あっという間に8月やで。それなやばい。そう、道できのこ D 見かけた時、そう道できのこ D 見かけるってどういうこと？ちょっと東別院あたりを散歩してみようかな。最近東別院行きたいんですよね。中坂さんにハマってもうすぐ1年になりますということで、嬉しいよ。1周年のお祝いしようね。ポスター巡りはしたいけど、ちょっと本当になんか休みあるかなっていう、まあ、休みはあるんですよ。今週末全然3連休なんですけど、今のところね、こう休んでるこう余裕があるかっていう心配がちょっとあるので。池田総会、あ、そう、今日池田誕生日なんですよ。でみーは池田の生誕 T を着ていたのに、で今日は絶対池田の生誕 T シャツでショールームするんだって決めてたのに、べちゃべちゃになってしまって着れない。もう洗濯機の中です。そう、池田の扱い、そう池田の生誕 T をね着て今日はレッスンをしたんですけど、フライングはわざとですよ。ハンプレ用意してない。何にしよう、池田の、池田のハンプレ何にしようかな。なんかちなみに昨日の0時くらいから全く池田と連絡が取れないので心配ですね。メールとか来てます？皆さん、ファンの皆さん、来たアピしようと思ってたけど、もうダメそう、なぜカイニャはなぜ池田呼びなんですか？中坂って呼んでくるからいやシンプルにね、なんか池田感強めじゃない？スマホケース欲しいって言ってましたよ、助言。池田がちょっと何の機種使ってるか分かんないのよな携帯の機種ってさ、何使ってるか分からんくない？パッと見じゃ分かんないじゃん。みゆちゃんも中坂は自分のこと中坂って言うし、池田も自分のこと池田って言いません？いや池田とは言わんか。でもなんか池田はゆずさんに自分のことを池田と呼ばせてるんですよ。
で、おめでとうメールのフライングはあのわざとだからね。え、なんでみんな知ってんの？池田が13、池田13使ってんの？本当に？池田はなんかずっと 6S のイメージ。じゃあみゆって呼ばれたら楓って呼ぶ？呼びません。うん、この前さ池田とのあれを作ったの、サンリオのさネームプレートみたいなやつを作ったのね。でなんか楓で作ろうみたいな、こうねルンルンで言ってたの、楓で作ろうって言ってたのに、のなんかででがどこにもないの、サンリオショップにもないし、その行った場所にもなくて、どこにもでがないの。マジで何店舗回ってもでがないのね。だからあの楓って作れないので、なんかどうしようみたいな。いいやん池田でみたいな、池田のだならあるよみたいな、池田にしようよみたいな、池田でいいやみたいな。でも池田はなんか池田は嫌だって言って、結局何にしたのかちょっと覚えてないんですけど。はい、ね、中坂はみゆにしてもピンクで可愛かったんですけど、結局何にしたんだっけ、みゆにしたのかな、みゆにした気がするわ。みゆでも可愛いんですけど、中坂でも可愛かったんですよ。でも中坂だと濃いピンク薄いピンク濃いピンク薄いピンクで交互になってすごい可愛かったんです。池田はなんか水色黄色緑みたいな色だったんですけど、中坂はピンクみたいな感じで可愛い色だったんですよ。みゆでも中坂でもピンクですごい可愛かったんですけど、池田はなんか黄色とか緑とか水色で、なんかその色のなんか配色がちょっとなんかいまいちだったんですけど、みゆはすごい可愛かった。そうそう、だからでも池田さんはもうそれを作ってあのどっかに吊るしてたんですけど、ちょっと私はまだできてない、作ってないので。今から作ろうかな、持ってこようかな。ウェイトレスのアクスタ販売が始まったね。だってウェイトレスのアクスタだって絶対可愛いよ。みんなゲットするしかするしか。キャラはねキティちゃんのプレートに何かにした。ちょっと覚えてない。後輩からの中坂さん呼びは距離遠く感じない？感じる感じる。でも最近いっぱいさ仲良くなってる。中ちゃんってカイニャに一番当たりが強いよね。なぜ、まあ、うちら相思相愛だからね、通じ合っているんですよ。チームケーツーみたいな感じです。まあ要するにそういうことですよね。ミュさんって呼ばれてない？11期はミュさんって呼んでくれてるんだけど、10期は中坂さん。でも中坂さんでも仲いいからいい、全然。うん、なんか最近はちょっと糸めきとやっぱ距離が縮まっている気がして嬉しい。なんて呼ばれたいの？なんて呼ばれても嬉しいですけど、なんか可愛く呼んでほしい。中坂でも中坂じゃなくて中坂って呼んでほしい。10期はみんな中坂さんですよ。みんな中坂さん、さんちゃんだけですね、中ちゃんさんって呼んでくれてるの。ショールームでもファンに強く当たって。最近さこれはあの、まあ、誰とかの話じゃないんだけど、なんか最近ね、まあ、ちょっと皆さん耳の穴をかっぽじってよく聞いていただきたいんですけど、
最近こうとあるファンの方の、まあ、ツイートがおすすめツイートに、ね、流れてきたんです、まあ、よくあることなんですけど、これは本当によくあることなんですけど、でもそのツイート内容がこう握手券を買いましたっていう、まあ、ツイートだったわけですよね。あ、でこのメンバーの握手券のねこうツイート買いましたツイートを見たんですけど、あのね、その方はすごい中坂のファンの方だと思ってる方だったんだけど、すごい中坂さん以外のね名前がいっぱいねすごい並んでいて、そうしかも文に届けとかもついてなくて、あ、これは絶対に中坂には届けたくないようなツイートだったんだろうなって思ったんですけど、そちらがすごい流れてきてなんかこう個人的に、あ、すごい中坂一筋なんだなって思ってた、そう方だったので、すごいびっくりびっくりだったんですけど、まあ、皆さんもね文に届けなくても文に届いてしまうこともあるよっていうことですね。中坂さんちょっと API 制限かからないので、全然めっちゃ見てるんですけど、ツイッター皆さんね見られてしまうかもしれないですから気をつけてくださいね。ついでなくてもねちょっと流れてきちゃうので気をつけてくださいっていうおもろい話です。あるあるですね。どういう人が、え、みんな流れてくるよ本当に。え、なんかもうそれこそそのトーク会買った話に関してはもう完全に、まあ、SK の話だからもう流れてくるのも分かる分かるってなるけど、他のアイドルさんのチェキとか流れてきますからね皆さんね。よく流れてくるのは一番マジここ最近一番流れてくるのは、アンコールですね。アンコールの方のチェキがとてもたくさん流れてくる。皆さんバレてますよ。いやん。はい。ちょっとね。そうそう。まあ、そんな感じですからね皆さん、まあ、中坂に届けなくても文に届けなくてもメンバーに見られてしまう可能性があるよっていうことだけはちょっとねちょっと心に秘めておいてほしいなと思います。え、 FC 岐阜の写真めっちゃ回ってきてんね。めっちゃ感動してた。この前みおまるさん お美しすぎたのと、おるーさんの透明感と可愛さにドキュンってされて、え、ルカさんが前髪がないやつはちょっと聞いてないんだけどってくらい可愛かったし、あやめろさんの夕方似合いすぎやろってなって、羨ましくなりました。みおもさ FC 岐阜見に行きたいんだけど、ちょっと5月からもう全く行ってないので、岐阜はちょっと岐阜不足ですね。ツイッターそのものをやらないのでセーフ。確かに見られる可能性ないですからね。夏休みに浴衣で配信できたりする？え、行きたい。買ったら着る。買ったら着るから買うまで待ってて。そん。ローストポーク、いいね、美味しそう。ねえの今日の夜ご飯はハンバーグでした。プライベートでいる時に声をかけてはまずいですか？一人でいる時とかならいいよ、私はね、うん、他のメンバーは分からないので、他のメンバーは
そんなあんま声かけない方がいいですけど、お友達とかといる時とか、あの親といる時は特に声をかけないでほしいです。はい、特にお願いします。あゆかぴょんちゃって美味しいのですか？とても美味しかったです。なんか私麦茶苦手なんですけど、今日はあゆかぴょんに買ってもらった麦茶だったので、ごくごくと飲めました。そう、納豆の日ね、今年公演なんですよね。だからメンバーに布教していきたい納豆の魅力を。推しがくれたものは美味しく感じた。はい、あのあゆかぴょん茶を飲みながら今日のお弁当を食べたんですけど、お弁当まで300倍、いや400倍、500倍くらい美味しく感じました。はい、パパサカさんという時、パパサカさんに声かけてもいいですか？だってパパサカさんには声かけたくなくなるくらいの威圧を感じて、ヒーってなってしまうような人ですから、声かけられないと思いますよ。イエーイ。逃げ出したくなっちゃう感じなの？はい、パパサカさんは不審者みたいな顔してるから怖いです。なんか最近よくね、こう自撮りを送ってくれるんですけど、誰がさ50歳超えたさおじさんの自撮り見たいねんみたいな思いませんか皆さん。いやもちろんね、ファンの方もね、こうたまにこう自撮りツイートとかしてくれますけど、いやそれはちょっとやっぱ微笑ましくて可愛いなって思うけど、いや誰が自分の親父のさ自撮り写真が見たいねんって思いません？いや皆さん考えてください。自分のお父さんの自撮りが送られてくる世界線、いやでしょ。可愛くねうちの親父。なんて返す？楽しそうだねって。でもそう、これはちょっと文句なんだけど、なんか一方的にめっちゃねこうメールとかしてくれるんです。あ、お父さんね LINE してないんですよ。ここがちょっとね親父ポイントですけど、あのメールっていうか、まあ、ショートメールなんですね。お父さんと連絡は基本的に、でなんかめっちゃ送ってくるから、ちゃんと私コンスタントに返してあげるんですけど、なんか絶対に途中で話終えてくるんですよ。で3日後とかにまたなんか送ってくるみたいな、やばくない？そう、これ許せない。こう自分から話をね振っておいて、私の話を無視して終えてくるのやばくない？ガラケーじゃないよ、スマホ使ってる。スマホなのにショートメール。今日は見てないので、多分見てないのでとか言って本当は見てる時はそう見てる感出してくるから、ちょっとうざいですね。うざがられてないかなって心配とか。そんな可愛いお父さんじゃないです私のお父さん。
そろそろ仕事戻ります、頑張ってね。そう、出る、ね、たまにいるよ配信。反抗期ですか。ほら見て、今メールが来ましたよ。絶対ショールーム見てるもん。見てるときはコメントじゃなくてショートメールに送ってくるの。いやコメントの時もあるけど、今日はちょっとショートメールで来ましたね。そう、微笑ましい、微笑ましくない。パパ坂さんは青み推しです。反抗期じゃないけどさ、ね、反抗期だったらこんなねこまめにねメールなんか返してあげないですからね。いいお父さんではないですか。だっていいお父さんですか。娘が可愛くて仕方ないのね。まあ私確かに可愛いから仕方ないですよね。なんかそうだから、そう自撮りを送ってくるから、こっちも自撮りを送り返してあげる時があるんですよ。例えばめちゃくちゃね、今日の自撮り漏れてるとか、今日の公演のメイク漏れてるみたいな日あるじゃないですか。で今日自分漏れたみたいな送るとふって返ってくるし、やばくないですか。そう、そういうやつです。どっちもどっちな気がする。どっちもどっちですね。お父さんといつまで手つないでた。小1くらいまでかな。仲良しエピソードですやん。なんだかんだいい親子関係ですね。可愛い親子ですね。パパ坂のどこを受け継いだ。でも性格は 9.5 割くらいお父さんらしくて最悪ですね。そう、絶対焼けたんだけどさ、みんなそんな気がしない。いや私はとてもそんな気がする。私絶対焼けたわ、最悪、悲しい。こんばんは。今日も絶好調ですね。今日絶好調。なんか気分がいい日はいっぱい喋ろうと思って、やっぱいっぱい喋ってる、うん、やっぱ喋るの好きだわ。なんかこう調子が乗ってきた時にこうショールーム終わらなきゃいけない時間とかになるじゃないですか。ってなるともう結構苦しいもん。一生私に喋らせてくれって思う、うん、マジで一生喋ってられる調子いい日、うんうん、今日はちょっと調子いい。今日自分おもろいっすね。そう、今日は気分がいい。そう、今日はとてもいい、ルンルン。いやもうお風呂入ってるからかな。そう、いつもおもろい。あ本当にありがとう。おもろいかは別。いやおもろいやん。いや大喜利はちょっと気分じゃない。大喜利とかやるとちょっと気分下がっちゃうんで。聞いていいか分かんないけど、なんかいいことあったの。え何にもない。今日もただ普通にあゆかぴょんにお茶おごってもらったくらいですね。もうどちらかといえば今日はもうなんかすごい詰め詰めなスケジュールでのレッスンだったから、なんかちょっとおこおこしてたんだけど、自分はもう結構なんかもう爆発寸前だったんだけど、まあ多分それが終わってちょっと一段落したから気分がいいのかも。いろいろね、いろいろ終わって、あやっと終わったっていう気持ちだから、そのなんて言うんですかね、安心感という解放感でちょっと気分がいいのかもしれないですね。うん、そう、マジで今日頑張った。仕事が終わらない、頑張って。フレフレ、みもまだ宿題終わってないよ。フレ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 、頑張れ。そう、今チーム S 最年少なんですよ。
そうメイキングねないんですけど、話せることは話していきたい。 MV も公開されたし発売もされたから。なんかパレオで質問ありますか？課題終わってない、苦しい苦しいよ。高校に宿題なんかあんの？やりますよ。なんか結構やばい。締め切りが来週の金曜日なんですけど、プリントの枚数で言ったらまだ40枚くらい残ってるのね。これを私は来週の金曜日までに終わらせないといけないんだけど、普通に明日公演じゃん、789休みだけど、来週1週間もお休み1日しかないからやばいかも。目処立たない。これは貯めた結果です。私がパレオがみゆちゃん3位になってよかったとマジで思う。だってありがとうございます。下駄箱のソロシーンリピートしてます、ありがとう。撮影の中学校どうやった？調べたら日向坂さんが MV で使っていたって聞いて、もうめっちゃ朝早かったけどそれだけで元気になりました。あとはなんか結構たくさんの MV で使われてるらしい校舎だったので、ちょっと MV の再現大会とかしてました。そう、崖がないと聞いた時の印象は、いやなんか崖がないっていうか、まあさすがにハワイはいけないと思ってたけど、まあさすがに海で撮影だとは思ってたから、実はランキングが発表されるっていうか、もうイベント期間中に私たちは知ってたんですね、どういう MV を撮るかっていうのを。だからなんか全然ちょっと思ってたのと違ったから、うーんって思うところはありましたけど、撮影したらとても楽しかったですし、完成したものを見た時はすごい素敵な MV を作っていただいたので、結果オーライってやつですね。そうなんですよ。でも強いて言うなら、実はオリジナル衣装がなくて、パレオには9人にね、なので私たちっていうか私の目標はオリジナル衣装を9人に作ってもらうことがその目標です。そういっぱい写ってて嬉しかった、ありがとう。サヤと2人のシーンが多かった気がする。そう多かったですね、やっぱ2位と3位だったので、すごい、まあ、撮影中も一緒にいること多かったし楽しかったです。MV 見てください、ぜひ。中ちゃん的にはどんな MV が良かったの？なんかやっぱリメイクだから、なんか全部本当に私たちも完全再現されると思ってたから、なんかやっぱ想像とは違いましたよね。撮影中の面白い話、面白い話か、撮影中じゃないんですけど、まあ皆さんさ、どこで撮ったか多分知ってると思うんだけど、どこで撮ったか、その辺はすごい海鮮が美味しいって聞いたので、海鮮をね食べに行こうってなって、でも朝、次の日の朝が早いから結構同期はあんま乗ってくれなくて、で結局ねちまと2人でご飯食べに行ったの、夜を。でなんか、まあ、せっかくだからこう魚とか食べようよって言ってこう頼んでね、めっちゃパク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 食べてたんですよ。もう明日 MV とかどうでもいいやっていうレベルで、もう塩分高めなものばっか食べてたんですけど、そしたらなんかめっちゃ顔見知れというか、すごい見覚えのある顔の方が斜め前の席にいるなって思ったら、スタッフさんご一行でみたいな、ちょっと気まずかった。でも結局中坂はそもそも顔があんまむくまないタイプの人だから、むくみもなかったし、美味しいものも食べられてよかったです。はい。気まずい、とても気まずい。
そう、美味しかった。でもご飯とっても美味しかったです。もともと丸くないよ、むくんではないの、もうなんか肉です。はい、あとは何かあったかな、面白い話か。 MV のちょっと今思い出すね。でもなんかメイク全部やってもらったんですけど、あの日なんか全然肌のコンディション良くないのにファンデーション塗ってもらえなくて、中坂なんか中坂の肌綺麗だったかなって思ったら、すごい MV はすごい お綺麗になっていてとても嬉しかったです。なんか今日は40分ですけど、ちょっとお話ししたい気分なのであと10分喋ります。フさんの話したら面白いです。なんか一応 MV の日全員と写真撮ったんだけど、ふゆちゃんだけあの私服、ふゆちゃんの本当の私服と撮りました。そう、そう、あとはなんか MV の MV 見ていただいたら分かるかもしれないんだけど、風が強すぎてね、もうめちゃくちゃね、まあ海も近かったのですごいブォーって感じだったわけですよね。だから髪がもうあれあれで、でもさ、せっかくなら可愛く写ってほしいからっていう理由で、あの触覚をあのここにね、つけまのりで貼って、こうやって、だからここペタってなってるの、中坂の触覚。面白いでしょ。あの時期だと寒そうで、寒かったよ。なんか中坂は一生なんかね飛んでた、寒すぎて。そう、そうなんですよ。戦隊っぽかった。ちょっとみんなのインスタとか SNS ちょっとまだ見れてないので見たいです。ベンチコートはなんか最初の方は着てたけど、なんか後輩が一つのベンチコートで3人とかで着てて、なんかキューキは全員1人1着着てんのに、後輩はそんな4人とか3人で1着とかかわいそうだから、なんか途中からミはパーカー着てました。みんなかわいそうだと思って。だからね、まあ、そもそもねちょっと全員9着分さ、いつもより MV 撮る人数も少ないんだから、まあ、9着分くらいね、ベンチコート持ってきてよって思うところもありますけど。そう、めちゃくちゃ寒かった。本当は何かあったっけな。それもいい思い出。そうですね、毎回ではないです。名古屋とかの撮影だとあるけど、そのやっぱ遠かったのもあるのかなみたいな。そう、朝はもう早かったけど、でも MV の時は割といつもそうなのでそんなにしんどくはなかったかな。めっちゃ綺麗にウィンクできるの、すごい。最近ウィンクできない。中坂さんが着なくなったやつちゃんと後輩に渡ったの？渡ったはず。あとは個人的にミオミキのめっちゃいいシーンがあって、すごい好きなシーンになったんだけど、多分 MV になかった気がするんだよな。そう、だからどっかで公開、まあ、されないと思うんですけど、なかなかねこういうのって、でもちょっとされてほしいレベルでめちゃくちゃいいシーンがありました。
レッスン着は衣装ですよ。そう、でも中坂すごい衣装が気に、そのレッスン着がすごい気に入っちゃってね、なんかこれどこに売ってましたみたいな、こんないいレッスン着みたいなどこに売ってましたって聞いて、ガチで買おうか悩んだけどやめました。さすがにやばい。いなりまだパレオ着てるよ。まあそうですね、3位じゃなかったらあのウィンクもなかったと思うので。そう、衣装です。いやーん、そう、でも本当に楽しかったな。でも愛してるって言われたことがないの MV 撮影も結構楽しかった。そう、愛してるって言われたことがないは、ちょっと今思い出してます。愛してるって言われたことがないは、ダンスシーンがなんか結構私たちバタバタだったんですよ。なんかね、なんかすごいバタバタだった。メイクして、メイク直し、衣装着替えて、でシーン撮って、なんかみんなが振り入れしている間に私たちの撮影だったから、なんか振り入れがねちょっとね遅めだったの私たちは。だからもうなんかついていけねえよっていうレベルで汗汗してました。え、そう、パリオ10万回再生マジですごい、ありがとうございます。愛してるって言われたことがない、好き、ありがとう、嬉しい。レインコート全員分ありましたよ。だってレインコート着て歩いてるシーンあるじゃないですか MV に。こう脱ぎ捨てシーンみたいなのとかね。いや、オフショット今日あげるよ。ツイッターとインスタにあげますのでお楽しみに。カモカモフォーリナー、わ、なんかレコーディングの時の話を思い出した。カモカモフォーリナーのなんかハモリを撮りたいって言われて、なんか音ないんだけど、そのなんていうの、音がないんだけど、このこういう音で、これのちょっと高いやつ、カモカモホーリーナカモカモホーリーナくらいので、なんか撮りたいですみたいな言われて、なんかはいみたいな、でなんか意外となんかやったらできたの。そしたら、そこ中坂さんすごい、これあのあれにしましょうみたいな、サンプルみたいにしてみんなに聞いてもらいましょうみたいなって言ってもらって、なんかすごい調子が、とても調子が気分が良かった。ね、このリップさ、めっちゃ赤いリップだと思うじゃないですか。いや、塗るじゃん。まあまあって、めっちゃ赤いリップでしょ。まあまあってするじゃん。でさ、ティッシュですこれ、ふーんパーってするじゃん。めっちゃピンクなの。しかもめっちゃ紫寄りのピンクなの。びっくり。そう、ギラギラ太陽が煽ってるようで、キョロキョロ周りを見渡すけど、愛してるって言ったこともなかった。ドゥン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 ドゥ
なんで踊れるんだろう。では終わります。愛してるって言われることがない、本当さ僕が生まれて一度だってはっきり言ってほしいんだ。ねえ僕に何が足りないか、ねえなんで恋人になれない。終わります。水寄せリウムブンブンサギさん、これさやっぱキラキラ星なのかな、流れ星っぽくない、流れ星。風船ママさんハート、中坂さんレインボーシュラさんハート、じさんにゃんにゃんさん結婚して、おぼとが変わっているじゃないか。落語にゃんにゃんさんレインボー、じさんにゃんにゃんさんタラノムタラノ音符、風船ママさんハートハート、トットウサギさんハート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 、フラダンスクマさんビーチボール、ルルネコさんハート、玉ねぎヘアさんタコさんタコさん、横にゃんさんサイカラーにゃんにゃんさんレインボー、糸美希さんハート、白のクマさんお花、フラダンスクマさんハート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 、ヒヒーさんじゃない白馬の王子様さん会いたい、ネギネギさんハート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 、レオナさんビーチボールハート、マイキーさんビーチボール、レオナさんハート、ピッペフピさんタラーの音符、ネギネギさんハートハート、シルルルルさんビーチボールビーチボールビーチボール、ネギネギさんハートシルルルルさんビーチボールビーチボールビーチボール、ネギネギさんハート、シルルルルさんビーチボールビーチボールビーチボール、ネギネギさんハートハート、白馬の王子様さんタラーの音符、風がランセロスカさんブラーボー、いいですね。白馬の王子様さんタラーの音符、シルルルルンさんタラーのムタラーの音符、トットイサキさんハートタラーの音符、シルルルルンさんタラーのムタラーの音符、マイキーさんタラーの音符、トットイサキさんタラーの音符、マイキーさんタラーの音符、シルルルルンさん桃短冊、ヘッドホン猫さんタララの音符、シルルルンさんハートハート、無意識の色さんレインボー、シルルルンさんハート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 、トトウサギさんハートハートハート、ありがとうございます。他にもギフト投げてくださった皆さんありがとうございます。イエーイ、ありがとうございます。ありがとうございます。リリーベ見てた、すごいね。それでは消えちゃったの読みます。話し疲れた、話し疲れたわけじゃないよ、暑い今日。ガロさん、牛さん、チアノゴさん、桃短冊、ガロさん、会いたい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 、水寄せリウム、ブンブンサギさん、牛さん、ガロさん、桃短冊、流れ星、レインボーレインボー、シルルルンさん、桃短冊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 、トットウサギさん、ハート、中坂さん、ブラーボー、みおまるさん、ハート、トットウサギさん、トットウサギさん、桃短冊、限界ウサギさん、かわいい、アジサイニャンニャンさん、結婚して、限界ウサギさん、会いたい、アジサイニャンニャンさん、ビーチボール、桃短冊、会いたい、結婚して、ガロンさん、レインボー、レインボー、無意識の色さん、ビーチボール、カッパさん、ビーチボール、アシュラさん、ビーチボール、お疲れ、ベイビーさん、会いたい、シュルルルルンさん、かわいい、かわいい、かわいい、結婚して、バレンタイン、中坂さん、レインボー、ランセラスカさん、レインボー、アシュラさん、お花とまビーチボール、ランセラスカさん、かわいい、トットイセギさん、ビーチボール、シュルルルンさん、アイスクリーム、ジェネネさん、結婚してありがとうございます。他にもギフト投げてくださった皆さんありがとうございます。イエーイ、ありがとうございます。ありがとう。ローストポーク美味しい。それではランキング見ます。今日の中身73位はデケデケデケデン、ババババババン、タキシードサムのアバターのふんさんです。ありがとうございます。イエーイ、惜しい皆さんもありがとうございます。パチパチ、今日4000人も見に来てくれてるわ、嬉しい、ありがとう。
では20位から見ます。20位からいきます。せーの、お化けさん、ヒヒンさん、うさぎさん、ウキーさん、ももたんこリラックマさん、ピッピフープさん、トートウサギさん、ありがとうございます。イエーイ、ありがとうございます。では続きまして13位、ふんふんふんさん、ありがとうございます。何々とかけて何々と解きます。その心はにゃー12位、ふんさん、ありがとうございます。フーラダンス、フーラダンス11位、あー変わっちゃった。12位、13位の方読んだので12位から読みます。12位、ふんふんふんさん、ありがとうございます。ネギネギ。11位、ふんふんふんさん、ありがとうございます。トトウサギ、ぴょんぴょん。10位、ふんふんふんさん、ありがとうございます。アジサイ、にゃん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 9位、ふんふんさん、ありがとうございます。意識しなくたって I love you 8位、ふんふんふんさん、ありがとうございます。ランチュルラスカル、ルルルルルル。7位、ふんふんふんさん、ありがとうございます。こんにちは。6位、ふんふんさん、ありがとうございます。パイナポー5位、ふんふんさん、ありがとうございます。水のサリウム、ブムウサギ、ブンブン。4位、ふんふんさん、ありがとうございます。シュルルル。3位、ふんふんさん、ありがとうございます。エスケになってきた元気娘、イエーイ。2位、ふんふんさん、ありがとうございます。横にゃんさん、にゃんにゃんそして今日の1位はドクドクドゥドクドクドゥドク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 ドゥンテンさんです。イエーイ。せーの、ガローさん、ありがとうございます。ガローさん、ガローさん、ガローさん。そして4113人もの皆さん、配信を見ていただきありがとうございます。イエーイ。改めまして、本日も皆さん、配信を見ていただきありがとうございました。コメントや星やコメントしてくださった皆さん、星やギフトを投げてくださった方も本当にありがとうございました。もしよかったらメール、ブログのチェック、大富豪とショールームのフォロー、ツイッターとインスタグラムのフォロー、メールのチェックよろしくお願いします。明日はよーじゃない、朝配信ですので、皆さん7時半から配信見てね。よろしくお願いします。本当にお風呂上がりだ、もうお風呂上がってから1時間くらい経ちますけど、とっても楽しかったです。今日は皆さんにね、ちょっと長坂の話をたくさん聞いていただけて幸せでしたので、また気分がいい日、口がよく回る日はね、話を聞いていただけたら嬉しいなと思います。明日の声見てね。それでは終わります。せーの、バイチャー、じゃんけんぽん、あっち向いて、はい。今日の合言葉はちゃんぽん、バイバーイ。皆さん、改めて今日は31枚目シングルの発売日だよ。バイバーイ。